東京都道462号倉前三輪線、雷門一丁目交差点付近東京都道462号倉前三輪線は東京都台東区にある特例都道であり、江戸通りと倉前橋通りが交わる倉前一丁目交差点から分岐して昭和通り、日光街道と明治通りが交わる大関横丁交差点までを結ぶ。 かつて通り沿いには国際劇場があったため、一般に都道462号線は国際通りと呼ばれるが、正式には国際通りは都道462号の一部であり、地下鉄田原町駅がある浅草通りとの交差点から、と井と通りとの交差点までのおよそ800メートルを、指すでは国際通りは倉前2丁目交差点美濃和交差点間。しかし、 浅草国際劇場がなくなった今、浅草国際通り商店街連合会では、浅草国際通りにある2軒の和太鼓店と1軒のドラムショップに目をつけ、ビートと命名2000年にはビートストリートという愛称が付けられた。ありがとうございます。